ごめんね。お盆だからおばあちゃん会いに来てくれたんだよね。あのね、最近怖い夢ばっかり見るんだ。夢の中でね、いつもマユシーはひどい目に遭うの。ピストルでパーンって撃たれたり、車の事故に巻き込まれたり、電車に轢かれたり。まるで本当のことみたいで、すっごく怖くて、痛くて、悲しくて。誰か助けてって一生懸命声出すんだけど、出せなくて。どうしてそんな夢見るのかな。でね、その夢の最後には、いつもオカリンが助けに来てくれるの。マユシーはオカリンありがとうって言うんだけど、その声もオカリンには聞こえなくって。マユシーのこと抱きしめて、とっても悲しそうな顔をして、絶対泣かないんだけど、一生懸命我慢してるのがわかるの。だからマユシーも、ごめんねって言うんだけど、声はやっぱり届かなくて、目が覚めるの。ごめんね。楽しい話するね。最近ラボメンがすごく増えたんだ。クリスちゃんでしょ?萌香さん、ルカ君に、フェリスちゃん、それとスズさん。最初は二人だけだったのにね。クリスちゃんなんかすっごい頭良くて、オカリンと難しい話なんかいっぱいしてね。賑やかで。オカリンもたくさん話せて楽しそうで。でもね、たまには思い出すんだ。最初にマユシーがラボに押しかけた頃のこと。春先なのに珍しく雪が降ってて。学校が終わってラボに行くとね、オカリンはいないの。でね、お部屋の片付けしたりしてるうちにオカリンが来てね、お帰りって言うと、ただいまとは言わなくて、ご苦労って答えて、その後は毎日2時間ぐらいほとんどお話もしないで過ごしてた。嫌な沈黙とかじゃなくて、ただそこにいるって感じで、ゆっくりゆっくり優しい時間が流れてて、マユシーは本当に人質みたいだなって。何かいいことでもあったのか?いいことはなかったけど、あったよ。そうか、幻想を見たのだな。機関の幹部、イリュージョンコンダクターからの攻撃の可能性がある。そっか、じゃあ気をつけなきゃ。でも、そのイリュージョンコダクさん。コンダクターだ。その人は多分、悪い人じゃないと思うな。最近ね、オカリンとお話しする時間、ちょっと減っちゃった。前はオカリンの顔を見れば何考えてるか分かったんだけど、最近は分からなくなっちゃって。ただ、なんかとっても辛そうで、苦しそうで、いつもいつも泣き出しそうで、それはマユシーのことなんだって分かって。オカリンの重荷にはなりたくないのにな。ごめんね。なんかまた悲しい話になっちゃったね。マユシーちょっと寂しくなっちゃったのかもしれないね。おばあちゃん、いつまでもこのままじゃいられないよね。